おはようございまーす。こんにちは。いつもはなんかね、ちょっとサムネ映えするみたいな、ちょっとデカ盛りみたいなやつを作ってるんですけど、ちょっと今日は、まあ、ゆいさんがまだお腹の調子が本調子じゃないということで、お腹痛くてまだ寝てるんで、その体調悪いゆいさんのご飯と、僕のお昼ご飯をただただ作るという動画でございます。で、今回何を作るかなんですけど、まあ、とりあえずゆいさんはまだお腹がね、良くないんで、おじや。結構ね、デカめのサイズのやつが2枚余ってるんで、これをちょっとお昼のうちに消費したい。インスタを見てたら、白だしで作る唐揚げみたいなやつがめちゃめちゃうまそうだったんで、ちょっとめんどくさいんですけど、揚げるまではいいよね、油って。なんかその、揚げた後のさ、処理がめちゃめちゃめんどくさいじゃん。夜の里広くんに片付けを託して、今日は揚げていきたいと思います。最近結構なんかレシピとかに迷った時は、もう今まではクックパッドとかで検索してたんだけど、最近はインスタと TikTok に食材名を入れるだけで、めちゃめちゃうまそうな料理がね、めっちゃ出てくるんで、自炊とかやったことないよとか、始めたい、料理始めたいよみたいな人いたらね、ぜひね、インスタと、TikTok めちゃめちゃ使った方がいいと思います。鶏もも一口大に切って、白だし大さじ3、醤油小さじ1/2、生姜ニンニク2センチをビニールに入れてもむ。片栗粉と小麦粉をつけて揚げる。簡単、マジ簡単。ということで今回はですね、ちょっと普通に僕らの日常なので、あんまり BGM とかもついてないと思うんですけど、こんな感じでお届けしていきまーす。言うて俺もまだ声が寝起き。手しっかり洗うよー。したら白だしを大さじ3ね。これマジで使えるよ、本当に美味しい。これで豆腐煮るだけとかでもめっちゃうまいんで、これ一家に1本白だしいかがでしょうか。案件じゃないよ案件じゃないよ、案件欲しいくらいだよ案件。で、全然関係ない話していい？全然関係ない話なんだけど、これゲーム配信の生放送の時にはね、ちょっともう話しちゃったんですけど、おととい、水曜日ね、とんでもない出来事がありまして、とんでもないって言うとハードル上げすぎかもしれんけど、なんかその日、一日外出してたんよ。で、外でちょっと予定があって外出してたんですけど、電車で帰ってる途中に、まあ、結構、大きく揺れたんよ。で、揺れて、立ってたおじいちゃんがね、よろよろってよろめいちゃって、俺の後ろに立ってる、まあ、中学生ぐらいかな、の、まあ、男の子に、まあ、ぶつかっちゃったんよね。釣り革持ってなくて、おじいちゃんが。ね、俺もそれ見てて、ああ、まあ、おじいちゃん、よろめいてぶつかっちゃったんやな、まあ、怪我なくてよかったな、ぐらいで見てたんですけど、ぶつかられた中学生の男の子が、めっちゃ睨んでて、おじいちゃんのことを。なんだこのじじい、みたいな顔で睨んでるわけよ。怖ーと思って。で、その男の子の見た目も、別になんかそのヤンキーとかじゃなくて、まあ、どこにでもいるような、ちょっと、まあ、言ったら、あれかもしれんけど、地味めな感じの男の子だったんだね。で、その地味めな感じの男の子がめっちゃおじいちゃんのことを睨んでるから、その光景が衝撃的すぎて、なんだこの子はみたいな感じで俺もその子のことを見てたんよ。で、男の子が振り返ってきたから、まああんまガン見してるのも良くないなと思って、俺も目線をね、携帯に戻したわけよ。その拍子に男の子がパッて言ってきて、めちゃくちゃ聞こえるように舌打ちされたんよ俺、その子に。うわ、やばいやつやと思って、なんだこの子はって衝撃が大きくて、その子のことをパッて見たの。パッて見たんだけど、顔は、なんだこの子はっていう状態。なんだこの子はって驚いてる状態の顔のまま、その男の子のことを見ちゃったから、普通に傍から見たら、金髪のちょっと太った男が中学生を睨みつけてるみたいな構図になっちゃって。なんかよくよく考えたら、全面的にその男の子がおじいちゃんにした、おじいちゃんを睨みつけてたのが悪いんだけど、旗から見たら金髪の男が中学生にガン飛ばしてるみたいな光景になっちゃって、ちょっと、やばかったなぁと思って。反省したという話です。終わり。これはゆいさんの雑炊用ですね。よし。で、ちょっとお湯入れて、鶏肉入れまーす。これ、出汁取るみたいなイメージね。あくまで俺のイメージなんで、これ効果あるかは分かりません。はい。あ、そうで、まためちゃめちゃ関係ない話なんだけどさ、最近ありがたいことに TikTok がめちゃめちゃ伸びてまして、上げる動画絶対10万再生超えみたいな。で、その1週間ぐらい前に上げてたやつは80万再生近くされてて、YouTube よりはるかに回ってるんですけど、そこで一つの問題が生じまして、今さ、見てわかる通りさ、もうほぼ金髪みたいな
感じじゃん。で、髪切ろうかなと思っててね、なんかこのツーブロの部分とかめっちゃ伸びてきたから髪切ろうかなと思ってんのね。髪切った時にカラーをどうしようか悩んでるの。 TikTok で最近里ひろを知ってくれた人は金髪の旦那が嫁にご飯作ってるっていうイメージになるわけやん。でも YouTube をずっと見てくれてるみんなわかると思うけど、まあ、いろんな色にしてるやん。だから印象付けるために髪色を金髪で固定した方がいいのか、それともちょっとまあ前みたいに暗めの茶色とかを入れて落ち着いた色に戻すのかっていうのをめっちゃ迷ってて、別になんか気持ち的には金髪を継続してもいいんだけど、もう髪が死にそうで髪の毛もう2回ブリーチしてるから先端の方は、もう1回ブリーチしたら多分溶けるよって言われたのね、髪の毛が。それさすがに嫌やん、先端チリチリみたいな感じになっちゃうのも嫌だから、どうしようかめちゃくちゃ迷ってて今。もうすげえしょうもないこと聞くけど、どっちがいいと思うマジでしょうもないな。そしたらここにはめんつゆちょっとと、あとまあさっきの白だし、これちょっと入れていきます。うん、いい感じ、優しい味。ではご飯入れます。お腹痛いのが一番辛くない？頭痛いのとかさ、なんか腰痛いとかもまあもちろん辛いんだけどさ、お腹痛いって一番辛いよね。頭痛くてもまあ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 仕事ぐらいはなんとかできると思うけど、お腹痛いとマジで何もできないよなあの今日のショートであげてたよだれサーモンなんですけど、これマジでうまい、本当にビビるほどうまいんで、ぜひこれちょっと作ってほしい。まだね、見てない方はぜひあの僕のショート見ていただければ、今日上がってると思いますので、いただきます。マジうまいこれ、うん、マジうまい。油入れます。嫁は雑炊、旦那は唐揚げってすごい楽さだよね。なんかね、家庭内格差があるみたいなご飯になっちゃうけど。そしたらここに小麦粉と片栗粉、1対1ぐらいの比率らしい。まあ適当でいいや今日はもう適当がすごい回だね。もうアングルとかもいつもと全然違うしね。おじや盛り付けとった。鶏肉おじや完成。いただきまーす。食べれたら食べてもいいからね。いらない全然食べたいとは思わない。食欲もない。全然食いたいとは思わない。あ、これうまいわ。和風だ、お味は。よく噛んで食べるね。ドゥルドゥルになるまで来てますか。お腹痛いの一番辛いよな。天と地の食事。羨ましいと思わないから大丈夫。いやすごいよね、なんか羨ましいと思わないのがさ、だってもう大好物じゃん。こっちのサーモンだよ、大好物でしょ。食べたいと思わないでしょ。大丈夫。やばいよそれ。それも日向ゆいじゃないよ。はぁ、大変ね。いや最高。抜けてるみたいだね。何にも楽しくない。はい、食べました。ごちそうさまでした。ゆっくりお食べ。バイバイ。